はい、元気マンのご自宅にお邪魔してます。家にまで外遊びですよ。瀬戸内海も、うん、ここ数年アコウが釣れるようになってきて、はい、元気マンの動画といえばアコウじゃないですか。そうですね。でね、やっぱりアコウ釣りたいっていう人もどんどん増えてきてるんですよ。はい。だけどアコウの釣りって普通の釣りとはちょっと違うじゃないですか。うんうんうん。僕も初めて体験した時に、はい、あ、これはちょっと苦労するなっていう思いをしてるんですよ。あ、そうなんですか。うん、いや、まず第一に、うん、あんなに根がかりするもんやと思ってなかった。、うん、確かに初心者はまずそこでつまずく。そうですよね、うん、だけどやりたい人が増えてるっていうことは、うん、まあその最初の失敗をなるべく減らすために、うん、ちょっと元気マンの、うん、まあそのいつもやってるアコウ、キジハタの釣りを、はい、うん、初心者でもこれだけ用意してこういう心構えで行ったらアコウ釣れるよっていうのを伝授してほしいんですよ。まあ、初心者のこの間、ついこの間もお客さんで会ったんですけど、うん、アコウ行くんに、うん、メバルロッドを持って行ってる人がいたとか、うん、やっぱもうそのレベルなんですよ、やったことない人っていうのは。ロックフィッシュやからね。ロックフィッシュやから、うん、同じロックフィッシュやから、メバルタックルでこんなんで行けますかねって持ってきたやつが、うん、こっからかって思ったんですよ。っていうぐらいやっぱりやったことのないです。例えば僕がマグロ釣りに行きますと、うん、まあ分からんのと一緒ですよ。ああ、ああ、元気マンがやってる釣りの初心者でもできる版を教えてくれたらいいかなと思います。はいはいはい、はい、まあこれだったら代用できるとか、そういうのをやりながら。そうね、はい、ラインの号数間違えていったらもうアウトやもんね。きついっすね、ラインの号数間違えたら。、うん、この間もね、3号か4号をやっている人がいて、うん、けど最初僕が瀬戸内海でアコウを開拓してる時は3号だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、うん、っていうぐらい、わけわからんかったんですよ。うん、もうそれも10年以上前かな、うんうん、だけど今もこれに落ち着いても何年も経ってるから、うん、多分この先も今僕が使ってるタックルから大きく変わることはない、うんうん、っていうのをまあちょっとご紹介していけたらと思います。はい、まあけどロッドからですよね、まずは。ロッドは僕はもう一番信用してるのがこのロックスイーパーっていう、まあ、キジハタというかロックフィッシュ専用竿なんやけど、ただメバルとかではこれは使いません。中型から大型のロックフィッシュ、ロックフィッシュ専用ロッドって言われてるやつの主に、5g ぐらいから 30g ぐらいまで投げれますよっていう竿、うん、だったらもう何でもいいです。あのファーストテーパーとかレギュラーテーパーとかいろいろありますけど、基本的にロックフィッシュ専用ロッドってファーストテーパーしかないんで、ロックフィッシュ用って書かれとるやつを買ったらいいと思う、うん、これはロックスイーパー、アブガルシアのロックスイーパー。ただこの竿がいいですって言ってももうね、本当手に入らないんですよ。全く、うん、ネットでも一切ない。まあでもアブガルシアでもロックフィッシュ専用ロッドあるからね、うん、いっぱいあるから、安いのから高いのまでね。そう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 、僕はハイスペック使ってますけど、うん、まあ基本的に何でもそのさっき言った 5g から 20-30g までの、うん、だったら何でも OK で、うん、1万円ぐらいからあるかな。ある、うん、1万円台からある。で他の竿で代用できる竿はないですかっていう竿、うん、あの意見を多々もらうんです、うんうん、代用できる竿として言えるのがこれ全部ファーストテーパーね、うん、ファーストテーパーって竿の先だけしか曲がらないっていう、ファーストテーパーの竿と見越して話をすればエギングロッドは、いけます。基本的にシーバスロッドはレギュラーテーパーのものが多いんであんまり進めない。エイングロッドとか、あとねベイトフィネスって言われてるロッド、これは案外どれでもいける。ただベイトフィネスのロッドっていうのはフィネスっていうぐらいだから軽いものを
飛ばしたりするようなんで、40オーバーは取れないかな、45オーバーはほぼ確実に取れないと思ってもらって、基本的にやっぱり根魚やからね、根があるところで釣れるからね、うん、そう。あ、けど夢長考の撮影の時に40オーバー上げたんで、ベイトフィネスの層、うん、だからまあそういう例外もあるけど、うん、基本的にそう取りこぼしがちょっと増えるかもしれない、うん、ラインも細くしないといけないし、取れないっていうのを、頭に置きながらやるんだったらベイトフィネス用のロッドでもいい、うん、で一番多いのが、うん、バスロッドいけますか、うん、っていうロッド、結果的に結果から言えたらいける、うん、いけるんやけど、海ってバスと違って足場が高いんですよ、うん、なのでバス用だったらテキサスリグとかラバージグ用の竿だったらファーストテーパーの竿なんで何でも OK やけど、もう1センチでも2センチでも長いやつを使ってください。でかけて手前まで来てテトラ竿が短いから抜き上げれませんっていうシーンが必ずあるんで、そう思った時にテトラの下なんか危なくていけないから、慣れてる俺でも無理やからね、テトラの下は、うん、だからそういうのを考えたら極力7フィート以上9フィート未満の竿を使うのがいいです。もう抜くというのが前提、もう基本的に下まで降りれんからね、まあ危ないでしょあれ、うん、何回もそれで落ち込んでる人も見たことあるし聞いたこともあるし、タモもあんまり使わんのかな、タモを持って、うん、そういう足場が悪いところをどんどん移動するっていうのは最低でもね、やっぱね最低5メーターのタモが必要。あ、うん、なるほどね、はい、だから竿はそんな感じで、うん、行けば問題、代用もちろんできるし、もちろんね、みんな懐事情違うからそんな金かけないです、諦めますっていうんじゃなくて、さっき言ったバスロッド、エギング用ロッド、ベイトフィネス用ロッド、この3つはなんとなくできます。ただ穴の中に入れたり事細かいってなったらやっぱ専用ロッドが圧倒的に必要かなと思います。うん、間違えんといてほしいのは、これ今説明してるのはおかっぱりですからね、うん、あ、そうそう、船やったらね、うん、もっと幅は広がる、うん、うん、船やったら僕はね正直何でもええぶっちゃけそこまでシビアに考えんでも、真下に落とす、まあ船になったらね釣り方も多種多様になってくるんで、平ら場で釣る人とかアコラ場で釣る人とかいるし、次はリールですね、うん、うん、リール、うん、リールなんやけど、僕はもうロック、ロックスイーパーじゃない、ごめんなさい、レボロケットだ、レボロケットっていうのを使ってるんですけど、スピニングだったら3000番から4000番、2000番でもできんことはないけど、やっぱ巻き取り量が少ないからやりにくいと思います。思ってる以上にかけてから寄ってこんからね、うん、寄ってこない、うん、相当30センチのアコウが、まあ今まで動画見てもらったと思う、たら分かると思うけど、かけた瞬間でかいって言いますからね、みんなみんなでかいって言うからね、うん、そう、かけた時に浮かないのがロックフィッシュやから本当にね勘違いする。ギア比が高いのがなんでいいかって言ったら、早く根を根から離すんじゃなくて操作をしやすいがためにハイギアをこうアクションつけて、ここでここで当たったらいいんやけど、ここで当たったらそのままバシッていけるんやけど、ここで当たった時にグッと戻して糸吹けを取ってバシッて合わす、このグッがグルグルじゃなくてグッだけでできるから、ハイギアの方が合わせの強さにも関係するんで、その方がやりやすいから、うん、そうなのでハイギアを使ってたら、僕は釣りが、このリールが出てからは釣りが変わりましたね。もうあとはもうバックラッシュが少ないこと、もうこの2つ、まあ一番バックラッシュが少ないことやからけど、それはもう釣り人の腕にかかってくるんで、うん、そうやね、うん、まあ今までだからベイトを使ったことないっていう人はもう別にスピニングでいいよね、うん、いいと思います。あるんやったらギア比の高い方、うん、僕の一個人としては、
ロッドかリールかどっちにお金かけますかって言ったらロッドです絶対。もうこれは絶対ロッドにお金かけた方がいい、うん、っていうのは、うん、こんな細い棒で地形を把握せないかんから、うん、ロッドとラインにはお金をかけましょう。なるほどね、うんうん、このロッドとラインだけで、うん、水深何メーターもボトムを、うん、これは磯やとか下りやとか砂浜とか、うん、穴があったとかっていうのをこれで感じないかんから、うん、こっちはあくまで投げて巻くだけの作業やから、うん、っていうのでどっちにお金をかけたらいいですかっていう質問も多いんやけど、うん、ロッドにお金をかけてください、うん、なるほど、はいですね、そこでもう一個お金かけようって言ったラインですけど、うん、ライン、うん、ラインは僕は、100% P ラインをおすすめします、うん、P ラインっていうのは、伸び率が 0% の、うん、やけど伸び率 0% って言っても本当に伸びないかって言われたら伸びてるんですよ。その中でも、伸びないのはファイヤーライン、スーパーファイヤーラインが、僕の知ってる限りは一番伸びません。いろんなところを使ったけどやっぱ伸びたらフッキングも弱くはなるし、30m、40m 先のボトムをちょんちょんして感じるときに伸びてたらそれだけ感度も悪くはなってくるので、それスピニングでも P な、まあ、スピニングでも P、うん、で号数的には、香川県だったら僕は 1.5 号、うんうん、流れがないから、で、1.5 号2号でも操作性がある分かるっていうんだったら別に構わん、飛距離も出せるっていうんだったら2号でも全然いいです。ただ、激流場所、香川県でも 2,3 箇所あるんですけど、そういうとこだったら、1.25、このね 0.35 の違いはかなり大きいです、うん、やっぱり太ければ太いほど、ラインが太ければ、これラインと見て太ければ太いほど何十メーターも水の中あるでしょ。水を受けたら一気に流されるわけですよ、ね、思いもよらぬ流され方をするんで、まあけどそれをちょっとでも軽減できる号数が 1.2 号かな。1号もやったことあるの。1号はねフッキングで切れることが多々ある、うん、っていうのが多かったんで僕は 1.2 と 1.5 号に落ち着いてます。なるほど、うん、リーダーはねもうフロロカーボン、ナイロンリーダーは絶対使わないようにしてください、うん、ねずれに弱いし、やっぱりねずれに弱いし、まあフロロも傷には弱いけどそれでもナイロンよりか全然マシ、5号から7号を使い分けてます、はい、これはもう場所によって5から7ですね、うん、バニッシュウルトラっていうやつ使って、はい、でリグがもう初めての人に関してはテキサスリグ1個でいい。そうしましょう、うん、テキサスリグをまず1年やってみてボトムの把握とかそういうなのを自分なりに把握していったら、おのずとしてここはこういうリグの方がいいんじゃないとかっていうのが出てくるんで、テキサスリグっていうのはこういうやつですね、こういう進化、うん、これにこうワームフックが来る。釣り具屋さんいたらロックフィッシュのコーナーに並んでる、もう必ずある、ある、うん、いろんな種類があって悩むかな。近道をしたいんだったら、うん、タングステンを使ってください、うんうん、比重の重いやつ、うん、でボトムの感知、ボトムっていうのは底ね、底の感知能力っていうのは、うん、鉛の何倍あるんやろっていうぐらい違う、うん、昔々僕は鉛しかない時代ですよ、まだ、うん、その時にやってた頃でタングステンっていうのが出来上がったよって言われて、うん、初めて使った時にボトムが全部当たりに感じたんですよ、うん、っていうぐらい違う、うん、もうこう投げてふーって落とし取って、落とした時のトンって落ちるんがカンって当たりに思えて、こうやって合わせようと、あれとかっていうのがそんなに違う、違う、鉛は全然わからん、あ、うん、やっぱりね硬い素材っていうのはやっぱ振動率も高いし、であとちっちゃいから
初心者の人は特にですけど、初心者やからお金がない、そこまで金かけんでいいわじゃなくって、初心者だからこそタングステンを使ったら値掛かりが少なくなります。ちっちゃいから、っていうので僕はもうダントツタングステンを、というかこの10年ぐらいタングステンしか使ってないんじゃないかな。こうやってね、重さ別で、こうやって、これね、何グラムから何グラムぐらいまでの幅を持っとったらいいの？ベーシック、香川県のベーシックとして7グラム、7グラムで大体ほぼどこでもいけます、で、持っとかないかんのは、7、10、12、14、この4種類、あ、けど5グラムもあった方がよかったら5種類、この5種類やったらほぼほぼどこでも同等でもなります、テキサスリグなら。まあでも軽くなれば軽くなるほど根掛かりは減るけど、ボトムは感じにくくなるよね。はい、ね、だから初心者でボトムが取れるか取れんかはどうかなっていうぐらいの人やったら 10g ぐらいでいいかもしれん。いや10はね、僕もまあまあ流れんとせんから、7でいい、最初は7でいいと思う。なるほど、でこっからはそれに、じゃああれか、針がいるんか。針、はい、針なんやけど、これもまあバスやってたら使ったことあるかもしれんけど、普通の他の釣りやっとった人、今から出てくる針って使ったことないん違う？ないかな、ないんかな。こういう、本当っすか、こういう、こういうちょっとクランクがついた針、これが、それに何の意味があるんかなと最初思っとったんですよ。基本的に本当に釣りがわからない人って、これの付け方がわからんと思うんですよ。僕もリアルで何回か見たことあるんですよ、釣り場で、間違うとる人、間違うとる人、適当にやりますね。餌つけよるやん。そう、こういうつけ方してる人、本当におる。いまだに。ああ、いや、多分ね、一頭で根がかるね。張り向き出しやし。こういうつけ方じゃないんです、これは。これはね、実は。このまっすぐのとこ、まずここまで刺します。ここまで刺すんです。こっから抜くんですね。で、根元この曲がってるクランクのところまで行ってぐるっと回転刺します。そしたらもうこの状態で、どっからフックを出したいかっていうとこだけ見てて、ワームをちょっと曲げて刺す、ならもうこの状態出来上がってるんですね。で、この出てるところを薄皮1枚ですよ、薄皮1枚で刺すんです。なるほど、はい、そしたらもう絶対に引っかかりますよ。引っかからん、はい、その胴体部分はまっすぐになってるほうくらいがいい。絶対まっすぐ、絶対まっすぐ、絶対まっすぐです、これ、ちょっとエビ反りみたいになっとったら、エビ反りになってたら、海中で、水の抵抗を受けて回転しよると思う。なるほど、まっすぐだったら回転しません。なるほど、はい、もう必ずまっすぐ、で、フック選びでもう一つ大事なことがあって、これもみんな分かってない人多いんやけど、フック選びでもう一つ大事なことがあって、このフックとワームの間が十分にあること、空洞が、はい、ワームによって変わるってことか。そうなんですよ。これがせっかく食いついてくれたやつなを、全部フックがかかりません、針がかりしません。なるほど。これを噛んでアコがこう来てガブッと噛みました、ガブッと噛んだ時に、フックが出ないと、口にかからないんで、例えばこういう分厚い系のワームに、例えばね、
分厚い系のワームにこういった合ってないフックを刺しますね、うん、合ってないフックをさっきみたいにリグります。フッキングしますか、こんだけしか噛んでも、うん、フックが出るのって、うん、こんだけですよ。なるほどな、うん、口にかかるはずがない、うん、だから合ったフック選びが大事。 これ今ちゃんとつけた状態ね、うんうん、こんだけしか開いてなかったら、あ、噛んでもこんだけしか出ません。なるほど、うん、そういうことか、はい、だからこれも最低でもこれぐらいはないと、うん、噛んだ時にフックがちゃんと出てくれない。なるほど、うん、これは今針を大きくしたんですか。針を大きくしました、うんうん、で針も種類がいろいろあって、うん、ここのフックポイントとここの根元と、うん、これが極力空いてるやつ、うん、ワイドっていうタイプなんですよ、はい、ワイドっていうタイプを使ってて、うん、これがストレートだったらこれがそのまんまなんですね。ここを曲がってないんですよ、うん、ワイドになってないので、うん、オーナー針のおかっぱりフックをメインで使ってます、うん、おかっぱりフックとかデカっぱりフックって2種類を使い分けてるんですけど、うん、このおかっぱりフック、デカっぱりフックがあったら大抵のものはいける、うん、なるほど。オーナー針の、うんうん、ほぼいけます。今言ってたものさえ揃えたら、うん、とりあえずはアコウが釣れます、うんうんうん、あのスタートラインに立つっていう。そうやね、うん、ワームのこと言うてないけどね。ワームはね、ワームはでもとりあえずロックフィッシュ用意を買ったら、うん、まずロックフィッシュ用っていうのがお店行ったら絶対あるから、うん、その中で自分がこの餌だったら魚の気持ちになってこの餌の色やったら食いそうやな、うんうん、このザリガニみたいなの食いそうやなっていうので、うんうん、まず選んでみて、うん、そっから一回行って自分の釣りとかタックルに合うようなのが分かってくるんで、うんうんうん、それから選んで、ね、見たらいいと思う。ええー、動きしそうやなとかね、うんうん、悪い店員はね、売れんやつ売りつけるからね悪いやつおるんですよ本当にこれね、店員選びも大事で、うんうん、釣り具屋行ったらこの人人良さそうやなとか、うん、釣りしてそうやなっていう人に聞く、うんうん、それが一番。サイズはさっきの針もそうやけど、うん、ワームのサイズ、ワームのサイズはもう3インチ前後、うん、僕は頭4インチメインで使うんやけど、うん、まあ3インチから4インチ、うん、でベイトフィネスとかになったら2インチとか、うん、使ったりもするけど、うん、基本的に3インチを軸に4インチに変えたり2インチに変えたりしたらいいと思います、うんうん、もうそのぐらいで十分。なるほどね、じゃあ現場へ行きますか。というかね、もうね、うん、地合いくらなってきたんですよ地合いが近づいとんで、うん、とっとと行きましょうよもう、うんうん、じゃあ現場でテキサスリグはこんなんやんよ教えてください。了解です、はいはい、ではでは後ほど、はい、飛ぼか、うん、せーのゾウというわけで実践編、さっき部屋で説明した実践を、やってみますね。どうしてもアコウって沖の方がでかいんがやっぱりいるんですよ。うん、食ったね。お、ごめん。しかもそんなちっちゃくないぞ。え、これもあるぞ。